はい、それでは、上脇が、株式価格情報を用いた金融辞書の作成という表題の論文を紹介したいと思います。本論文は金融系の内容が少し入っているので、言語処理に重点を置いて言語処理の部分だけを詳しく説明したいと思います。はじめに概要です。ニュースデータと株式価格データから金融分野に特化した極性辞書の作成をするといった内容です。で、研究手法の有効性は作成した極性辞書を用いてニュース記事の分類をして検証しました。で、検証の結果、ニュース記事配信日の株式リターンに対して将来のニュース記事の分類が可能、異なるメディアのニュース記事も分類が可能で、ニュース記事配信日からに営業日以上離れるとニュース記事分類が困難になるといった結果となっています。はじめに極性辞書の自動生成に関する先行研究との違いということで、先行研究でいろいろな、日本には極性辞書があるんですけれども、先行研究のアプローチは反教師あり学習に分類されています。で、反教師あり学習とは、最初に少量ではあるが教師データが必要で、教師データは人手で用意するか、人手ですでにラベル付けされたジェネラルインクイレアのような辞書を用意する必要があります。で、金融分野に特化した極性辞書を作成するには専門家によるラベル付けが必要ということで、困難な作業となります。本研究では投資家向けのニュースデータに着目し、外部のデータベース株式価格データから極性情報を獲得し、人手による極性判断を介さずに金融分野に特化した極性辞書を作成するといったところに先行研究との違いがあります。はじめにファイナンス理論の発展とともに数値情報を用いた分析手法は多く報告されています。投資家にとって数値情報だけでなくテキスト情報も重要な意思決定材料となることから、テキスト情報の解析も必要です。で、ファイナンスや会計の分野の研究では極性辞書による分析が標準的な手法となっています。で、この理由として論文で挙げられていたのは先行研究との比較の容易さや、ブラックボックス化してしまう機械学習より説明責任といった部分で説明が容易というところから、辞書の有効性があります。で、金融分野では独自の語彙が用いられる傾向にあることから、金融分野に特化した極性辞書を用いることで分析精度が上がるといった研究報告も得られています。で、はじめに本研究で用いたデータについてです。株式価格情報からキーワードの極性評価を行うというところで使ったデータが個別銘柄の株式リターンのデータと、あと、リスクファクターリターンのデータということで、紹介してある2つのデータとなっています。で、次に、株式価格からキーワードリスト、本研究でいう辞書を、作成するといったところで使われているのが日経クイックニュースのデータとなっています。日経クイックニュースのデータは2008年から2011年のデータで、719,633本のデータで、それぞれのタグ情報を付与しています。で、ニュース記事を分析するといったところで使われているのが日経クイックニュースのデータと、あとロイターニュースのデータになっています。で、それぞれ、評価データと学習データについては、後のスライドで説明します。で、前処理と前処理後のデータ数についてです。前処理でニュース記事配信日を調整したというのと、東証一部上場企業と関連するニュースを抽出で、ニュース記事本文に含まれるキーワードが付与されていない記事の削除ということで、実際に、ニュース記事の調整等をして前処理をして、最終的なニュース記事数がテーブル1となっています。で、キーワード数がテーブル2となっています。で、次にキーワードリストの作成方法です。で、キーワードリストを作成する方法論の概略としては、株式価格情報から、イベントスタディ分析によって各ニュース記事へ教師スコアを付与で、次にニュースデータに付与されているキーワードをもとにニュース記事内容をバックオブワーズによってベクトルで表現で、3つ目に SVR によって教師あり学習を行い、学習機から各キーワードの極性情報を抽出しキーワードリストを作成、それで、評価するといった流れです。
になっています。ここで出てきているイベントスタディ分析なんですけど、調べたところ、経済上のイベントが株式価値にどのような影響を与えるかを測定する方法論そうで、各銘柄と各時期の強変動リスクを調整した株式価格変動である異常リターンを算出するために用いたというふうに書いてありました。次にニュース記事の内容と内容のベクトル表現方法と、キーワードの極性評価についてです。ニュース記事内容をバックボワーズによって、ベクトルで表現しています。日経クイックニュースには、ニュース記事の内容を表す、キーワード群が付与されています。これらをニュース記事のベクトルの特徴量としています。でキーワードの極性評価は、算出した教師スコアをニュース記事の、ベクトルに紐付け入力出力を書きとしSVR によって学習機を作成しています。入力はバックオブワーズのベクトルで出力が SCAR となっています。でここでいう SCAR というのは当時金融の用語なんですけれども、正常リターンがイベントが起こらなかった時のリターンで、 AR というのが異常リターンで実際のリターンから正常リターンを引いたもので、 CAR というのが累積異常リターン、その期までのこの異常リターンの合計、 SCAR というのはニュース記事配信日の当日から1営業日後までの標準化された累積異常リターンというふうになっています。で次に学習機から放線ベクトルを各キーワードの極性情報とみなして抽出することでキーワードリストの作成を試みています。でパラメータチューニングに関しては自分かつ交差検定を繰り返し平均値上誤差が最小になるようなハイパーパラメータを決定しています。でこの作成したキーワードリストには極性を持つと考えにくい語も含まれているということでした。次にキーワードリストを用いた分類検証ということで、作成したキーワードリストをもとにニュースを5つのクラスですね、ベリーポジティブ、ポジティブ、ニュートラル、ネガティブ、ベリーネガティブに分類しています。でテーブル3が、先ほど説明してたデータについてです。学習データが、日経クイックニュースのもとになっていて、評価データは日経クイックニュースとロイターニュースになっています。で一般的な極性辞書との比較のため、日本語評価極性辞書の名詞編を用いて同様にニュース記事の分類をし、本辞書との比較をします。次に分類結果です。テーブル4が実際に分類した結果なんですけれども、スコアなしというところでスコアが付与されないニュース記事が日本語評価極性辞書の方が多くなっています。で上2つが本研究で作成したキーワードリストを用いたものとなっています。日本語評価極性辞書でベリーポジティブ部分がなくなっているので、次のスライドでの結果ではベリーポジティブの部分が削られています。これが本研究と日本語評価極性辞書で分類した結果なんですけれども、左側が本研究で分類した結果となっています。それぞれのニュース記事がニュース記事配信日デイの0のところからそれぞれの極性に分類されていて、日本語評価極性辞書の方では分類はされているものの、本研究でのキーワードリストより分類精度は高くないです。その結果から本研究で作成したキーワードリスト辞書は金融分野に特化した極性辞書という結論がなされていました。で終わりにです。本研究は金融分野に特化した極性辞書の作成が目的として研究しています。でニュース記事を金融分野に、特化していない一般的な極性辞書よりもうまく分類できているから、本研究で作成した辞書は金融分野に特化した辞書であるといった結論となっています。でニュース記事配信日から2営業日以上離れるとニュース記事の分類が困難で、完全な、新単語です、道語への対応や、あと長期間のデータを用いた実験、ニュース以外のメディアへの応用が今後の課題として挙げられていました。以上で説明を終わります。